はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は1月30日土曜日、時刻の方は20時33分です。メールテレテテーン、ウィー。はい、そんなわけでね、楽天モバイル視聴者様のね、要は Q&A に対応しようかなと思いました。初回登録のみゼロシム対応ね、1ギガ未満だったら0円でやるしね、1年間無料貸借、これはね、回答難易度は超低いと思います。これね、今回投稿いただいたのは元気なおじいのねチャンネルでもおなじみのカムイさんになります。一番ありがとうね。ちょっとね、皆さんに見にくいかもしれないので、ちょっとね、よいしょ、開業がないのでこれが限界だったんだよね。寄せるとあの下がなくなっちゃうんで、これ以上できなかったんだね。カムイさんね、まあ、確かに書き方に不備な点はありますが、例えば去年の4月に申し込みをして今年の3月半ばで、即解約して、まだ契約数が300万名に達していなければ、また出戻ったらもう1年無料で使えることになるのを防ぐためじゃないですかね。あくまでも自然な流れの場合のみで、申し込み時点で、トラブってる副回線については自己処理的な扱いなのかとも思ったりします。どうだよね、マックで置かれた場合じゃないね。そんなわけで、今回の質問なんだけれども、質問というかね、ご意見なんだけども、これ結構多かったんだよ。たくさん、ものすごいたくさん多かったこの意見が。おじいの言ってることを聞いてるとね、また出戻ってきたら1年間無料キャンペーンがまた使いちゃうじゃないかっていうね、そういう声が結構多かったんだよ。で、今回のカムイさんもそうなんだよね。出戻ってきたらまた1回生命になったら、無料キャンペーンがね使えることになるから、それを防ぐためなんじゃないですかねって書いてあるけども、ね、カムイさんね、これお一人様1回限りっていう条件があって、でこれね、出戻ってきてもその本人がもう過去に使ったデータっていうのがそのアカウントに残ってるので、なので1回回線をやめたって解約済みで残ってるんだよ。元気なおじいも今使ってる回線が1個あるでしょ。で、今これで使ってる回線が一番最初に契約したやつです。無料で使えてるやつ。それで2回線目3回線目は、2回線目がこれ Wi-Fi、 3回線目がミニでした。で、これとこれは1日で解約しましたね。で、この1回線目を解約して何もない状態にして、また新たに今のアカウントで申し込んでも4回目の注文になります。4回目の注文です。で、そのアカウントで過去に1年間無料のキャンペーンを受けているので、お一人様 1回なんで、1アカウント1回なんで、なのでその無料キャンペーンはもう適用できないんです。これが2個目適用できない、3個目適用できないのと同じで、出戻ってきても次に契約するのはこのメインがあって、解約したらパンダの次のミニの次の回線ということで順番がこうなります。だお一人様1回限りなんで、なので、どんなに300万人行ってなくてもね、また延長したとしても、もうそのお一人様1回のフラグがシステム上できているので、もう絶対できないんです、それが。なので300万人行ってなければ、また出戻ったらまたもう1年間無料で使えないようになってます。これが一番単純な、今までの中で一番単純なことなんで、その対策がされています。なので、元気なおじいもこのパンダを注文して、でまた解約して、次に黒パンダ買えないかなと思って黒パンダをカートに入れた時にはもう9800円の買うしか選べません。ちゃんとコンピューターでそういう処理になってます、これがね。
で、試しにこのミニもまた1円で買えないかなと思って試してみると買えないです。1万7000円でカートにしか入らないし割引がつきません。ちゃんとコンピューター上にそうなってるわけで、過去にこの Wi-Fi を買いましたよね、キャンペーン受けてますよね、過去にミニを買いました、キャンペーン受けてますよね、だから2回目は定価で買うんですよっていうようにちゃんとコンピューターで処理されています。なので1回戦目の1年間無料キャンペーンをもう受けてる履歴が残ってるので、何回出戻ってもお一人様1回限りのフラグはもう使っちゃってるので1年間無料にはならないです。これ出戻ったら1年間無料で使えることを防ぐためっていうか、もう現在そのアンリミット6が始まってないけれども、今現在もうこの今のアンリミットがスタートした時からもうそれができない仕組みになってます。防げてますこれが。でそこを突破するためにはじゃあどうしたらいいかというと、全然自分ではない第三者、お一人様一回限りなんで、じゃあ親の名義とか兄弟の名義とかね、あのアカウントが変わればお一人様一回だからね、それ使うことができるよね。ただ親が子供のために要は契約するのが名前が親の名前で自分の名前でってやったらね、いやこれ子供が使うんだって言ってもそれは通用しないよね。であとはヤンヤンさんのところでもね、新しい動画でも言ってるけども、またもう一回無料キャンペーンを受けるために新しい別のアカウントを作り直して、それで申し込むってやつ、同じ名義で同一人物が、でこれは犯罪なんです。これは刑事事件になるので、刑事事件と民事事件両方ダブルで発展するので、これはやらないよね。まあ、やる人いないと思うけども、でも、まあ、子供はそもそも契約できないから、だから大人じゃないと契約できないよね。子供の契約は親の承諾で親がやるからね。だから子供は契約できないはずだから、だからやらないと思うよ。実行してる人いないと思うよこれはね。それは犯罪なんで、お一人様だからアカウントが変わってもお一人様、その人が変わるわけではないから同じ人だから、これはだから規約で違反だからね、楽天の中のペナルティー触れるので、そのやり方はできないよね。なので、まあそういうことでね、この1年間無料で使えることになっちゃうから、それを防ぐためにこのアンリミット6でもこの初回申し込みの一番最初のアカウント以外はこのゼロシムはないんだっていうね、1回目のこのゼロはないんだっていう、で1回戦目にならないんだっていうね、そのためだって言っても、この1年間無料の対策ではないと思います。だからね、おそらく他の方も同じ意見だと思うんだけど、これはね結構難易度低いかなと思うんだよ。もう今すでに重複の1年間無料キャンペーンの対策はもうできてる状態のホームページのプログラムで AI でっていうかコンピューターのプログラムでねなってます。それが完成した状態でスタートしてます。この仕組みシステムはね、誰もが一番最初に考えることなんで、単純なその詐欺っていうかね、インチキなんで、その誰もが考えつくようなインチキは、さすがに楽天の中の人もそのインチキ思いつくだろうし、それは真っ先に対策してるよ、さすがに。これはね、なので、現状でそういうプログラムになってるので、なんでよく言ってたらいいけど、パンダを申し込んだ人はこっちが1円で買えないとかね、こっちが1円で買った人はこのパンダがもらえないとかっていう人がいるんだけど、プログラムで、それは禁止になってないし、ダメ行為とも書いてないんだよね、これが。でキャンペーンの併用がダメっていうのはちゃんと条件に書いてあって、キャンペーンコードで書いてあるからね、そこのところで見ないと頭がこんがらがってしまうということで、両方とも買えるってことが、これが事実なんで、プログラム上これを禁止していないということなんだよね。だからちゃんと平等に1人1種類ずつの権利は
ちゃんと楽天モバイルは与えてくれているということになります。で、楽天ハンドの場合だけはあれは割引じゃないよね。1円で買えないし0円で買えないよね。あれは2万円で買うんです。払うのは2万円で払うんです。ただポイントをキャッシュバックしてくれるという権利がなくなっちゃうよってことなんだね、これがね。なので、これね、逆パターンだったらよかったんだよね。楽天ハンドを先にその2万円で買ってから、その翌月の末までに16,999ポイントを、違う、19,999ポイントがポイントで戻ってきたのを確認してから、その後にこれを1円で購入して、これをね、1円で購入するっていう、これが一番丸く収まるんだよ。あ、システムで変えたんだったらシェフティーなんだよ。1円の契約ができたらそこで成立するわけだから。だ、あの後から、その後から買っても前から買っても、そのポイントをもらう前にこっちのフラグを立てちゃったら19,999ポイントが無効になってしまうので、楽天ハンドを先に買ってしまった方は、先に19,999ポイントをもらった後にこちらの方をカートに入れてみて、もし1円にならなかったら、もうそのフラグがコンピューター上でちゃんとついているっていうことです。で、19,999ポイントをもらった後に1円で買えるんだったら買ってもいいよってことなんだね。買ってもいいよっていうか、このポイントが買うときに、そのまだ19,999ポイントをね、払ってないものがあったらそれが無効になっちゃいますよっていうことなんだよね。そういうことなんだよね。なので、いろんな方のコメント見てると、ポイントのキャッシュバックのやつをね、やつを対象を注文した、でそれをキャンセルした、キャンセルしたら返金されてポイントももらえたっていう人がね、いるようにね、楽天のシステムってどうなってるんだっていうね、そういう人もなんか結構いっぱいいるっぽいのでね、太っ腹といえば太っ腹なんだよね、楽天もね。なので、元気なおじいも楽天の中の人じゃないので、決定権はないんだけども、でもこの、ね、デモだったらもう一回1年間無料で使えるのを防ぐためって、これはね、違うような気がする、なんとなくね。これはね、他の人もそうだと思うよ。なので、これと同じことを、カムイさんと同じことを書いてる人がすっごいたくさんいたんだよ、この2日間ぐらいの間に。おじいの言うこと聞いてると、何でも1年間無料で使えるようになってしまうってね、そういう人がいっぱいいたんで、ね、それはちょっとフラグで立ってます、ね、はい。そんなわけでね、この話題はここで終わりです、ね。本当だったらね、他の人の動画、あれもあれなんだけど、みんな見てくれないんで、ね、最後まで感想がなかなかできないでしょ。だからね、1個ずつの Q&A で動画を見てくれるのかなと思ってね、今チャレンジしてみました。お腹すいた、そろそろね。それだけで最後まで見ていただいてありがとうございました。暇つぶしになったらね、グッドボタン押してちょうだい。もうこの1年間無料というのはね、2回は絶対にないからね、無駄なチャレンジ考えない方がいいよ。もう1回誓ったらもう終わりだからね。はい、それだけでおじいでした。またね、バイバイ。